はい、皆さんこんにちは、アミと申します。地球外生命体については古代の時代から彼らが存在していたという証言が残っています。一体人類は彼らの目にどう映っているのか、その目的とは何なのか、後半ではもしかしたらこの瞬間も迫っているかもしれない危険についてお伝えしていきますので、最後までお見逃しなくご覧ください。古代エジプトと地球外生命体の関係。地球外生命体に関する存在論については、NASA やロシアなど世界各国がこれに関する研究を大っぴらに認めているように、それらはすでにこの世に存在しているという前提で、いろいろな実験が進められています。一般の人からの目撃証言や宇宙人にさらわれたといった衝撃的なエピソードまで飛び出している始末ですが、これらの体験が明らかになったのはつい最近のことではなく、注意深く歴史を遡れば、はるか昔から地球外生命体がこの地に到来していた可能性も判明しています。その一つとして挙げられるのが古代エジプトの時代です。紀元前1440年、当時のファラオであったトトメス3世の書記官が、この時の信じられない体験を書物に残しています。彼の報告書によれば、下エジプトの上空に火のような円盤型のものが浮遊していたと書かれており、それは冬の第三の月のだいたい昼の6時頃のことだったそうです。飛行物体は地上に着陸し、間もなく中からひどい悪臭を放つ頭のない生命体が現れたようですが、その生命体は口を聞くことができなかったと書き残されています。すぐに王族のもとへ報告に行った書記官たちですが、驚いた王も何らかの解決策を持っていたわけではなく、これまでの出来事が書き起こされた巻物を探すよう命じただけだったということです。この時はどうやら王族と地球外生命体の直接的なコンタクトは阻まれたようですが、その後数日も経たずに今度は地球外生命体の大群が押し寄せてきたと記録に残されています。火のようだったと評されていた明るさは集合体となったことで太陽以上のものへと変化し、見物していた人々は一種の恐怖を感じるような攻撃性をはらんだものだと見ていたようです。そして彼らが固唾を飲んで見守る中、この円盤のグループは夕食時を過ぎたタイミングで揃って移動を始め、南の方角へと飛んでいき、そこから天高く登っていくと最後は姿を消したとされています。この時円盤が消えるのと同時だったかどうかは不明ですが、空から降ってくるはずのない魚がなぜか大量に落ちてきたという記述も残っています。最初の出会いではトトメス3世の書記官らがエイリアンの姿を目撃していますが、2回目の襲来では一度も彼らが地上に足をつけたという記録はなく、魚が降ってきたという異常現象だけがかなり目立った書き方をされています。当時の出来事を古代エジプトの人たちは太陽神の怒りによるものだと考えたそうで、頭部のない知的生命体についても神そのものか神の代理人という扱いをしていたとみられます。また彼らが去った後の地面に大量に残された魚のケースも、普通なら神の恵みであると喜ばれそうですが、そうした反応ではなかったことから地球外生命体の悪臭を匂わすような腐敗した姿をしていたか、そもそも通常の魚とは違うタイプのものだったのかもしれません。つまり魚と形容したのは単に彼らが知っている見た目に近いものがそれであっただけで、古代エジプト人が口にしていた水産物とは違うものだったために、それを神の怒りの一つとして捉えたとも考えられます。現在まで残っているこれらの記述は、1933年にカイロの骨という品典でバチカン美術館の専門家が発見したパピルスであると言われていますが、アルベルト・トゥリというこの人物はその当時パピルスを購入するほどのお金がなかったため、店主に頼んでヒエログリフを写す許可をもらい、彼の手によってオリジナルからコピーされたそうです。そして持ち帰ったパピルスをエジプト学者が翻訳したところ、トトメス3世の年俸の一部であることが発覚したといういきさつがあります。パピルスには当時の国王がアメンラーの怒りを鎮めるため香を焚き、今回の出来事を永久に残しておくよう指示していたことも分かっています。このように古代エジプトでも地球外生命体が目撃されていたことが判明しましたが、
これらのことから少なくともトトメス3世の時代から彼らの存在が確認されており、エジプト王家がこのことを他の民と同じく知らずに生きてきたことや、知的生命体との意思の疎通には成功していないことが読み取れます。ただし、エジプト王家の中でもトトメス3世だけが地球外生命体についての情報を知らされていなかったという見方もできるため、一概に王家と知的生命体の関係を否定することはできません。なぜならエジプトではこれらの記録だけでなく、歴史的に見ても不可解だと言わざるを得ないような出来事や遺物が報告されているからです。古代に目撃された地球外生命体について、古代エジプトで作られたピラミッドの建築方法については、昔から当時の技術では再現できないという指摘や、壁画に残された古代文字ヒエログリフにて電球をイメージするような絵柄が刻まれているなど、地球外生命体との関連をほのめかす様々なものが取り沙汰されています。しかし、これはエジプトに限ったことではなく、世界各地で謎の巨石やサークルストーンといった不可解な建造物が目撃されるたびに関連性が囁かれてきました。また、遡ること紀元前349年にはアレクサンダー大王がインドに侵攻した際に銀色に輝く盾を目撃しており、322年には彼自身が窮地に陥ったところ謎の飛行物体によって助けられたという記録も残っています。地球外生命体が乗っていると思われるこの飛行物体ですが、アレクサンダー大王のように銀色の盾と表現しているものから、古代エジプトで言われていたように火のような明るさを放っていたとする証言など複数の描写があります。さらに紀元前214年に見つかっているローマの空に輝く幻の船や、紀元前74年に現在のトルコあたりで目撃されたとする溶けた銀色のワインの壺のようなものなど、地球外生命体の乗り物としてはそのカラーは銀色が多く採用されており、形としては円盤のタイプから自由に変形できるため、多種多様な姿を絶対的な一つだと思い込んだ人間が多くいたのではないでしょうか。飛行物体の中から実際に搭乗者が現れたシーンもエジプトのみならず各地で確認されていますが、グレイ型と呼ばれるものから白衣をまとった乙女のようなシルエットのタイプまでが報告されています。ここから考えられるのは、地球で活動している地球外生命体がただ一つの種族であるというよりは、いくつかの異なるタイプが入れ替わりに現れているのではないかという推測です。飛行物体の外観が目撃者や時代ごとに異なる点というのは、そもそも乗り物自体が自由自在に形を変えられるからだという理由が成り立ちますが、これが操縦者である地球外生命体にも同じことが言えるかというと難しいような気がします。グレイ型と呼ばれるようなタイプが一般的に目撃されているのは彼らの母数が大きいためで、他に目撃されている巨人タイプや乙女のようなまるで人間そっくりな姿をした未確認生命体などは、それぞれ全く違う星からやってきたグループだから外見が異なっているのではないでしょうか。つまり過去の状況をこうした複数の高度な知的生命体が自由に地球を行き来することができていたという前提から見ると、人類と地球外生命体の総集団の間で何らかの密約が交わされていたものと考えられます。例えばそれが古代エジプトで作られていたピラミッドの技術など、今もなお解明されていない巨石群といった謎の遺物を作り上げるテクニカルな部分で協力があったと考えると、現在の技術をもってしても解き明かされない理由にも納得ができます。ただし彼らがどういった目的で地球を訪れたのか、そして貴重なはずの彼らの技術を知的に劣る人類に対してなぜ提供する気になったのかという部分では謎が残ります。もしかすると我々の計り知れないところで地球外生命体の計画が着実に育っているという可能性もあります。現時点での地球外生命体の脅威とは、古代においては好意的な関係を築いていたとしても、状況が変われば関係そのものが一変することは私たちもその歴史で身をもって学んでいます。地球外生命体の乗り物に関しては、先に挙げたエピソードだけではなく、西暦150年に教皇ビウス1世がイタリアで円盤を目撃したものや、
大西洋横断で有名なコロンブスが目撃した円盤。さらには1561年にドイツ上空に似たようなものが現れたという話が数えきれないほど残っています。それらがすべて攻撃的な動きをしたわけではありませんが、一部にはエンジェルヘアと呼ばれる円盤が目撃された際、その飛行物体から綿のような何かが噴出された後、痕跡を残さずに蒸発したという記録もあります。これらの意味は分かっていませんが、飛行物体が歴史的な場面に居合わせていたという証言もあり、先ほどお話ししたコロンブスの時のように、神聖ローマ帝国の初代皇帝であるカール大帝の前にも現れたと言われています。先ほど地球外生命体が地球を訪れる理由は分からないとしましたが、彼らの動きを見ていると、まるで歴史見物をしているようなルートで目撃されていることもあり、専門家は飛行物体には何らかの時空を超える機能が備わっており、過去や未来を自由自在に行き来しているのではないかという見解も述べられています。そうした時空移動が可能であるなら、間違いなく地球外生命体が人類よりも高度な技術を備えていることは確かですが、そうなるとやはり問題はなぜ彼らがそうまでして地球に干渉しようとするのかというところに戻ってきます。それを探るために過去の書物を注意深く深掘りしていった中に、旧約聖書に出てくるエゼキエルという預言者が目に留まりました。彼は紀元前597年にバビロン捕囚となって連行されているのですが、その後、預言者として目覚めた後はユダヤ教の父とも呼べる立場となり、自らの人生を賭して人民の救済に当たっています。気になったのは、預言者としての目覚めという部分にあります。こうした預言者と呼ばれる人々は、どこかのタイミングでお告げを受けることになっているのですが、そうした際、彼らは天使や神の声を聞いたと記しています。このエゼキエルは、彼の残した記録の中で、北の方から眩しい光を放つものが現れ、その何かの中から四体の生き物が現れたことと、彼らが翼を持っていたことを記しています。まさにお告げに出てくるような翼を持った存在と合致する点は、彼がそれを神との出会いと直接的に呼ぶことはしていなくても、特定のエピソードを想起させます。エゼキエルをはじめとした神の使命を帯びた人々は、堕落した人々を救おうと、宗教という手段を用いて、人々をある種コントロールしようとしています。ちなみに、古代エジプトでは、アメンホテプ4世が、地球外生命体と出会ったことで多神教から一神教へ変えたという逸話が残っています。エジプトのファラオが行ったことと聖書に出てくる賢者が行ったことというのは信仰という点でつながっており、このことを単純に考えると地球外生命体は人類に対してある場面では協力的に振る舞いながら、しかしその精神を支配しようと宗教という力を使ってある種の働きかけを行っているというようにも考察できます。これは核攻撃のような圧倒的な力による支配ではありませんが、長期にわたって敵対者の証拠を残さず人類を掌握するには極めて頭の良い方法であると言えます。また、世界各地には古代から残っている島の存在が指摘されていますが、それらには地球外生命体の基地の痕跡が見られるという話もあります。今現在も彼らが地下に潜って稼働している可能性は大いに考えられるため、仮に人類を支配しようとする企みが古代から続いていたのであれば、彼らの計画から万が一外れるようなことがあった際、いつでも物理的な攻撃が行われるよう準備が整えられているかもしれません。いずれにせよ、微妙なバランスを保って現在まで人類と地球外生命体が付き合ってきたと考察することができます。これがいつどのタイミングで崩れるのか、それともすでに計画の変更を彼らが考え始めているのか、それはわかりませんが、今後は一人一人が有事の際の可能性も頭に入れて行動していく必要がありそうです。友好的に見える関係でも別の面から見るとそうではないということはよくあるため、地球外生命体のマイナスの面を常に考えていくことが、人類の安全を守ることにつながるのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。